この子が暮らしていく世界はちゃんと優しいだろうか。この魚がある世界はみんなに優しいだろうか。小さな命を見つめていると、未来は少し優しくなるのかもしれません。サステナブルな未来に向け、陸上養殖の研究を行っています。海と命の未来を作る、マルハニチロ。